1900年アメリカ合衆国大統領選挙は、1900年11月6日に投票が行われた。1896年の再現となり、共和党の現職大統領、ウィリアム・マッキンリーとミニ首党の挑戦者、ウィリアム・ジェニングス・ブライアンとの間で争われた。経済的な繁栄が戻り、米政戦争に勝利して間もないことがマッキンリーに有利に働き、 圧倒的勝利を得た。共和党の選挙ポスター、1900年共和党の指名候補者フィラデルフィアで開催された1900年、共和党全国大会の926人の大議員は、満場一致で、ウィリアム・マッキンリーを大統領候補に指名した。ニューヨーク州共和党の指導者が、ニューヨーク州知事でためらっているセオドアルーズベルトを、 副大統領候補に指名するようマッキンリーに圧力をかけた。前任の副大統領ギャレット・ホーバートは1899年に死んでいた。民主党の指名候補者、ウィリアム・ジェニングス・ブライアンは、ジョージ・デューイ海軍提督が指名候補を辞退した後は、容易に候補者に指名された。ブライアンは、カンザスシティで開催された1900年。 民主党全国大会で936の大銀票を集めた。元副大統領のアドレイ・イースティーブンソンが、デイビッド・ビーヒル、アブラム・ダブリュー・パトリック及びジュリアン・カーを破って、再度副大統領候補に指名された。4年前はブライアンを支持した、人民党は2つの派閥に分かれた。一つは、フュージョン派であり、民主党との統合を望んだ。フュージョン派は、 サウスダコタ州、スーフォールズで、党員集会を開き、ブライアンを大統領候補に、チャールズ・エイタウンを副大統領候補に指名した。中道人民党は別の政党としての独自性を維持することを発した。シンシナティで、党員集会を開催し、ウォートン・バーカーとイグナティウス・エル・ダネリーを指名した。フュージョン派は、この選挙で、民主党に吸収された。 中道派はこの後も二回大統領選挙を戦うが、1900年以降の人民党は重要な政党と見られることはなかった。社会主義労働者党も分裂した。多数派が社会民主党を作り、友人ーーレブスを大統領候補に指名した。この党は選挙後に社会党に改名した。禁主党の了解派が候補者を立てたが、民族的禁主主義者としては、 最後の選挙となった。その他の第三の政党としては、統一改革党のセスエイチエリスと統一、キリスト教党の FR レオナードがいた。マッキンリーの金貨の訴え。兵士、実業家のオフ及び専門的技術者に支持され、国内の繁栄回復と海外での戦勝を訴えている。保守派は、ブライアンの選挙綱領,領を冷やかした1900年は、 景気が活況を停止、共和党のスローガン、腹一杯の食事をもう4年間と1898年の、米西戦争の簡潔な勝利とが組み合わさり、選挙には強烈なアピールとなった。デディ・ルーズベルトは、この戦争のキューバで戦った国民的英雄になり、共和党候補者の人気ある代弁者となった。その演説では、戦争が正当なものであり、 スペインの先制からキューバとフィリピンを解放したと繰り返し訴えた。4年前、アメリカのまさに玄関にある島が中性的先制政治よりもまだ悪いものの下で恐ろしい苦悶を味わっていたので国民は不安だった。我々はこの出発点で我々のアルメニアがあった。キューバの状態はもはやじっとしておられる状況ではなく、一流の自尊心も保てない状態になっていた。 我々は剣を抜き、この同時代の中でも最も高潔で輝かしい海外戦争を成功に導いた。ブライアンの選挙運動は1896年からの主要問題である銀の自由駐造の再現だった。これは景気が上向いていたことと、金がアラスカと南アフリカで新たに生産されて高騰していたこととで国内経済に多くの紙幣が投入されたために、 1900年では、訴える力がなかった。ブラインの戦術の2番目は、マッキンリーの帝国主義を攻撃することだった。ブライアンは、マッキンリーが、キューバやフィリピンを解放する代わりに、スペインの残酷な戦勢に、アメリカの残酷なものを置き換えただけだと主張した。フィリピンのゲリラによる流血の多い反乱を抑圧した、アメリカの軍事行動を、特に激しく批判した。 この主題は以前の敵対者、すなわちハードマネーのドイツ人、元ゴールドミニシュトーイン及びアンドリュー・カーネギーのような反帝国主義者を味方にした。両候補者ともに1896年の選挙戦術を繰り返した。マッキンリーは再度オハイオ州キャントンの自宅前で伝統的な玄関前選挙運動を行った。その最盛期には、 一日に16の代表団と3万人の声援を送る応援団を迎えた。一方ブライアンは再度鉄道を使って中西部や東部の1万8000マイルを旅し数百の集会を開いた。この時はマッキンリーの副大統領候補でニューヨーク州知事のセオドアルーズベルトもブライアンの戦術を取り精力的に24州2万1000マイルを回った。 フィリピン戦争問題スペインに対する戦争でアメリカ陸軍と海軍の勝利は共和党への支持を作り上げる重要な要素だった。民主党はフィリピンでは反乱のために戦争は終わっていないと主張し、これがその大きな論点となった。フィリピン戦争が終結に向かっているという認識は共和党の選挙の利点であり、マッキンリー内閣はフィリピン駐在軍が減少しているとした。 共和党は、マッキンリーの再選から60日前に協定が結ばれ、フィリピンの戦争は終結すると誓った。しかし、ある注意がその妻に宛てた手紙で、紙の上ではよく見えるが、実際には、ここの軍隊は減っていない。これらの部隊は、除隊間近の兵士で構成されていると説明した。さらに、陸軍長官、エリーフルートは、 マッカーサーの1900年9月の報告書を持っていたが、選挙後まで公開しなかった。アーサー・マッカーサー将軍は4ヶ月間フィリピンで指揮を取っており、ワシントンに対して戦争は下火になっていないこと、その終結は視界に入っていないことを警告していた。マッカーサーは戦争のゲリラ戦がまさに始まったばかりで、あり、フィリピン人は経験を積んで、 その戦闘技術が上がっていると信じた。さらに、フィリピンの指導者、エミレオ・アギナルドの戦略は、大衆の支持を得ていた。マッカーサーは次のように書いた。この得意な戦争で成功することは、現地人全体の行動を、ほとんど完全にまとめ上げることにかかっている。そのような統合はあまりにも明白な、事実なので議論を待たない。 どのようにして、そのような状態を作り上げ維持するかは簡単なことでは、ない。この目的のために疑いもなく、脅しが行われたが、唯一の動機では、数百万人の大衆の統一され明らかに、自発的な行動を説明するには、ほとんど十分とは言えないことを恐れる。街ごとの一人の反逆者が、そのような、複雑な組織を、結果的に破壊する。 動物的動質性から免疫質の原理が生まれる可能性が強くそのような行動が自分たちの利益や有用と確信するものに反する場合でもそれが人々を同族の指導者の訴えにしばらく反応するように仕向けている兵士の投票それでもフィリピンにいる兵士の大半はブライアンを支持しなかった兵士の手紙や日記で1900年の選挙に触れたものは 共和党のマッキンリーとルーズベルトの組み合わせを圧倒的に支持していた。ビバリー・デイリー軍曹によれば、途方もない民主党員でもマッキンリーを支持した。ハンブルトミ、党兵は、もちろんブライアンがいいと考える奴はいるが、多くは話さないよと書いた。選挙ブライアンの勢力的な努力にもかかわらず、マッキンリーの下での新たな反映と、 米西戦争の結果についての大衆の承認が結びついて、マッキンリーは満足のいく勝利を得た。一般選挙でも選挙人選挙でも、得票差は1896年より大きかった。ブライアンの出身州であるネブラスカ州ですらマッキンリーが制した。1896年と同様に、ブライアンは民主党の伝統的なソリッドサウスと西部の農夫の 表は掴んだ。青字は民主党、赤字は共和党が勝利したことを示す。数字は得票率の差。得票率差5%未満、ケンタッキー州、1.71%ユータ州、2.29%ネブラスカ州、3.24%アイダホ州、3.83%インディアナ州、3.99%、 得票率差5%以上10%未満、メリーランド州、5.27%ミズーリ州、5.53%カンザス州、6.60%オハイオ州、6.64%テネシー州、8.08%イリノイ州。8.39%ノースカロライナ州、8.46%デラウェア州、8.77%ニューヨーク州。 9.27%、ウェストバージニア州、9.52%マッキンリーは2期目の、就任から半年後の1901年9月6日、ニューヨーク州バッファローで開催された、パンアメリカン博覧会会場で無政府主義者レオンウェフ、チョルゴッシュに銃撃され、9月14日に、傷が元で死去した。ルーズベルトが、第26代大統領に昇格した。ありがとうございます。